では次です。田原本町では新型コロナワクチンの高齢者への優先接種に向けて集団接種のシミュレーションが今日行われました。シミュレーションはワクチンの集団接種を円滑に行うため実施されました。参加した医師や看護師、事務職員は全員が接種を担当するスタッフで、接種を受ける人の役は住民のボランティアが務めました。接種の流れは、受付を済ませた後、予診票の確認、医師の予診を受け、ワクチン接種を受けます。その後、アナフィラキシーというアレルギー反応を起こした時に備えて、実際に救急車を呼び、搬送されるところまでの流れが確認されました。公表では、接種に時間がかかったことから、接種者にあらかじめ肩を出しやすい服装で来てもらうよう周知するなどの課題が挙げられました。ワクチン接種をしていただきたいと考えておりますので、住民の皆様には安心して接種できる環境を提供していきたいと考えております。